こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。チェコの世界遺産巡りの旅をお送りしています。今日は昨日に続きチェスキークルムロフです。飲んだくれた一日となりました。チェスキークルムロフの地図です。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになります。それではどうぞ。7月20日、チェスキークルムロフで連泊です。3階部分が私の部屋です。今までで一番のロケーションとなりました。スボルノースティ広場です。町の中心なので何度も通ることになります。今日はお城を見学する予定です。昨日と同じ風景を撮っていますが、小さい町なので、おのずと撮影スポットは決まってしまいます。でも9時前なので観光客はほとんどいません。橋の欄干にキリスト像があります。近道をしてお城に向かいます。でもやけに閑散としています。城内巡りのツアーが9時から始まるはずですが、なんと今日は休み。昨日何下見していたんでしょうね。お城の塔の方は開いているようです。塔の建物の壁です。塔の壁に絵が描かれているのは珍しい。うまく陰影をつけて立体に見えるように工夫しています。旅は体力勝負です。広い階段で登りやすい。展望台に着きました。お城の大地の中庭です。赤い門方面です。第2の中庭です。川沿いに展開するお城の様子です。聖ビート教会を中心としたチェスキークルムロフの街並みです。私の泊まっている宿のある方面です。お城を抜けます。お城を抜けて庭園に向かいます。お城の庭園に来ました。広大な庭園です。南東方面には先が見えないくらい庭園が広がります。庭園の端に池があります。池に花が咲いていました。とにかく直線的な庭園です。公園を出て城壁沿いに町に戻ります。思いのほか高い壁です。鳥も散歩する道です。南方面から通るチェスキークルムロフです。北にお城が見えます。階段を降ります。チェスキークルムロフの南から市街に入ります。橋を渡って旧市街に戻ります。旧市街は場所によっていろんな表情を見せてくれます。雑貨屋さんを見て回るのも楽しい。いろんなデザインや工夫があって面白い。宿の前を通り過ぎます。面白いデザインの陶器が並べてあります。スボルノースティ広場に再度来ました。正面の白い建物は市庁舎です。和牛とあるが意味を分かっていて使っているのだろうか、それとも本当に日本から輸入したのであろうか。聖ビート教会ですが内部の撮影はできません。聖ビート教会の脇の小道です。青のベンツが邪魔です。タクシーが通れずバックで戻っていきました。ボヘミアクリスタルのお店もあります。ホテルリュージュのバザールを見学します。
宿に戻り軽くシエスタをとっていたら、やけに外が騒々し、たくさんの観光客が通っていきます。昨日も紹介しましたが、宿からの眺めです。午後からまた出かけます。赤い門の前を通ります。門を入るとお城でした。本日の目的地はここ、昨日目をつけておいたところです。青の矢印が宿で、川を渡った対岸にエッゲンベルク醸造所があります。連泊のいいところはこれです。まず一杯ピーナッツを持参しました。とにかく安い、125円です。もう一杯いきます。昼間から2杯行くとかなりいい気分です。宿に戻ってきました。宿の1階のレストランでモッツァレラチーズをつまみに一杯いきます。ここで食べていると結構観光客に見られます。パトカーも通ります。先ほどのビアホールで買ってきました。いろんな味があるようです。遅い夕食にパスタをいただきます。日も暮れてきて飲んだくれの一日でした。また部屋で買ってきたビールを飲みます。今日は日本行っちゃいました。味はどれも同じようです。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はグトナーホラを訪ねてプラハでレンタカーを返します。ご視聴ありがとうございました。